まずラインツイスターのこの爪を2本起こします。こういう風にするわけですね。そしてリーダーをまず入れるわけですけれども、リーダーをこれ左右の溝がありますので、まあ、左側にこれを入れてください。左側にで左側に入れて、こちらもこちらはもう下1本しかないのでこうやって入れてください。そうしてこれを閉じてください。これをまっすぐにして下に入っていることを確認して閉じてください。ここの中心に入らないといけないので、これがちょっとまた緩みますね。これがここにここに入るような形で閉じてください。こうですね。で、これが正しい位置です。よろしいですか。これが正しい位置ですね。で、この状態から今度メインラインをですね、ここを15センチぐらい、これなぜ15センチぐらい取るかというと、後で締め込むのにどうしても必要な長さなんですね。で、このぐらい15センチぐらいを今度は反対側、左側ですねあ、ごめんなさい、右側ですね、右側に入れてください。左側にリーダー、右側にメインライン、これだけです。で、僕は左利きなのでこういう風に持ってますけれども、右利きの人の場合はこちらにリールが来て、右側からこういう風な形ですね、やっていただくことになります。とりあえず左利きなのでこちら側に置いて、メインラインをこういう風にして置くわけです。ここは15センチぐらいですね、15センチぐらい、こういう感じできっちり入れていただきます。そしてこれをスイッチ入れます。そうすると勝手に巻いていきますので、これを順番に下へ下げていきます。あとこれ浮かさなきゃいけないんですけど、こういう感じですね。そしてこっからまた上げていただきます。こういう風な感じですねこれ上まで上がりますと、これで上がったわけですね。で、上がってしまいますと、この上がこういう風になじれてますから、これこうやったら外れます。まっすぐにしていただいて、これ外してください。で、外した後、ここのままねじれてますから、これもほどいてください。そしたら、こういう状態になります。で、このリーダーを、まあ、下で足で挟むわけですね。足で挟んで、こういう風な形にして、まだここのねじれてる部分を、これこういう風に取ってくださればいい結果です。今、ここでヨレがこういう風に出てますけども、これは下に置いてた関係で出てるわけで、ぶら下げた状態でやっていただくとヨレは出ませんので、そしてこれをこういう風な形で1回ここでハーフヒッチで仮止めします。見えますかね、こういう感じです。こうです。1回今ハーフヒッチをこういう風な形で入れました。ちょっと入れましたね。入れた後ちょっとここを濡らしていただきます。ちょっとつばで濡らしていただいて、このリーダーの部分を歯で加えていただいて、でこっち側をこの人差し指に巻いていただいて、両側の人差し指でちょっと引っ張ります。あんまりギュッと締めないように。そうするとここの部分2ミリぐらい色が変わります。わかりますかね、2ミリぐらい色変わります。この変わったらもうこれで締め込まれてます。そしたらあとはこの部分をもう一回ハーフヒッチ、これ向きを変える必要はないです、同じ方向で構いません。1回、2回、3回、もうこれだけで OK です。これだけで、あと残りのメインラインじゃない方ですね、リーダーの残りとメインラインの残りをカットしてもらう。これで出来上がりです。これでもう抜けません。こういう結び方です。